記事に今回ちょっとなったんですよね。スポーツ新聞の。それで結構、検索ワードとかでも水谷千恵子さんのブログでライブの告知をしたりとか、そういうこともあったので、まあ、今までよりは一番こう宣伝になった、ちょっと記事が出たので、それで皆さん、まあ、食いついて買ってくださったのかなと思うんですけどもね。まあ、ありがたい話なんですけれども、でも皆さんに見ていただきたかったですよ。 どうなんでしょうかねキャンセルが出たら当日券も出たりするのかまあ、それも本当に近くならないとわからないんですけど、11月2日、大阪ナン、no. バー NGK でございます。今、ネタ合わせもずっと皆さんとしていってるんですけどね。ちょっと、かなり面白くなってます。昨日は渡辺直美ちゃんと私の二人の今度の打ち合わせと稽古してまして。でも渡辺直美ちゃんは大阪は来れないんですよね。えー、仙台と東京の2日目、25日。 火曜日平日なんですけど。で、春菜がルミネの1日目と大阪。春菜とはまだネタ合わせしてないんですけど、直美ちゃんとのやつはね、これ、ぜひ見てほしいんですよ、大阪の人も。東京の2日目、もしくは仙台に来ませんかというぐらい。ねえ。まあ、ネタバレするからあれかな。でも、私が今までやったことないジャンルにちょっとチャレンジしております。はい、とにかくあの バカ丸出しな感じでございますけれども。まあ、春になったのも楽しみですけれどもね。あと、ジャングルポケットの斎藤君とやるのも初めてなんですよ、私。で、打ち合わせでちょこっと喋ってみたんですけどね。彼は、あの、劇団出身で、歌とかダンスとかもやってたというんでね、すごいエンターテイナーなんですよ。声もいいしね。それを使ってなんかできないかというのを考えてたりとかね。まあ、ファゴロー A さんとはね、あの、もう長年、すごくよくしてもらってますから、 ななでででも多分できるんちゃうかなみたいなことでで秋山さんともね水谷千恵子倉武という関係性がありますからこれも息のぴったりあったコントもう稽古に入りましたけどねこれは楽しいです大阪公演秋山さんとのもありますからお楽しみにしていただきたいと思います。 あと、飯尾さんね。飯尾さんは、ドリームマッチでね、ラジオコントをさせてもらった中でございますから、そのラジオコントの、まあ、完成版というか、その後みたいな、そういったコントができたらいいな、なんて思っております。皆さん楽しみにしていただきたいと思います。ということでね、ユッキーさんね、15列目。これも今回だけは仕方ないんです。2階の一番最高列の人も、先行で当たった人ということなので、ご了承ください。 そしてこちら、ラジオネーム、平成の吉宗さんから頂きました。毎日放送の9月5日の放送でぴったんこカンカンで、花子と杏の鈴木良平さんが、友近さんのファンで、鈴木良平さんが以前、友近良平という名前で、えー、出られていたっていうのをお話ししてました。ご存知でしたか一度お話しされれば、また放送でお話しくださいっていうことなんですけど。私もこの放送見てなかったんですけど、えー、知り合いから何人かメール来て、鈴木良平が友近のファンで、 昔モデル時代友近良平っていう名前やったらしいよみたいなメールや電話をいただいて。びっくりしましたよ。ていうか、ずっと伏せてたのかな、鈴木くん。そういうこと。ぴったんこカンで、ね、どういうタイミングでこんな話になったかちょっとわかんないんですけど。まあね、鈴木さんにこうフィーチャーしてるやつやから細かくそういうこともやったんだと思うんですけどもね。実はね、鈴木良平さんとは3年ほど前に私ドラマで共演してるんですよ。でもね、絡みシーンいっぱいあったんですよ。 一切そんな素振り見せず、向こうから喋りかけもしなかったよ。ないと私に興味ないんかなっていうぐらい。で、私は、うわ、なんか韓流スターみたいに、肌ツルツルでガッチリした体の俳優さんやなって思ってた。で、ちょっとなんか、お笑いが好きそうな感じはしたんですよ。でも全く私に興味ない感じだったよ。なんだよあれ。愛情の裏返しかな。 喋ってきて欲しかったわ。今さらなんか私が行くのも、見たよ、ぴったんこカンカン。私のこと言うててね。っていうのも嫌やしさ。で、多分もう、あの時に言わんかったってことは言わんでしょ。今もても。でも、ぴったんこカンカンでそれを言うたってことは、まだ私のことちょっと気になってんのかな。でも結婚してるでしょ、あの人。どういう感情やろ。えー、喋ってみたいな。今すごい人気でしょ。かっこええよな。改めて私も鈴木良平友近、言うて調べてもうたわ。 <laughs> けど全然なんかこれといった記事はなかったですけどねまあ本当に私のことが興味なくって嫌やったらぴったんこカンカンで言わんやろうしねもうここだけなら言いますということで告白してくれたのかなただちょっと変わってますよね私も昔松村ゆうきさんが大好きだったけど友近ゆうきとかさ松村ゆき子みたいな名前にしようとは思わんかったけどね <laughs> 好きな人の苗字をもらって、それを自分の芸名にするって、結構、変態ですよ <laughs>。変態仮面かなんかやってたよね、この人確か。だから、やっぱ、変わってるんやわ、鈴木くん。ああ。好きやからって言うと、その人の苗字もらう相当やで。いやー、これは興味深い人やわー。 ありがとうございますさあじゃあね曲の方を聴いていただきましょうか言うてももう秋でございますから「いつはまゆみさんで恋人より」「いいね恋人よそばにいて凍える私のそばそば」っていうのをようやってたわお風呂の中で。 秋が来たなんか物悲しいですね秋っていううのは何なんででしょうかでも私は一番季節で秋が好きですよなんていう会話よく聞きますけども私もそうなんです真夜中の喜怒哀楽これよく千恵子さんが最近やってたんですけど私の方がね今日やりたいと思いますさあ「喜怒哀楽ブックス」から何がありますかはい「喜怒哀楽のあ」「愛」<laughs>「愛」ですさあ何に「 物悲しんでる哀愁がありますかと公公園ね公園ねで会いまあでも私自身公園にあんまり行くことないけれどもやっぱり昼間とか公園の前通ってサラリーマンの人がベンチに座ってカーってこう肩を下ろしてるとか顔をね下向けて地面をじっと見つめてるとかって見るとなんかこう悲しくなりますよね。 私が、あの、2年ぐらい前かな ?3 年前かなこれも、クレームナイトっていう映画出させてもらって、それこそそのクレームナイトで私日本映画批評家大賞をいただいたんですよ。えー、特別女優賞か。それの監督が大見保監督で、今回モントリオール映画祭で監督賞を受賞した方ですよ。綾野剛さんと池脇千鶴さんが主役の、そこの見て光り輝くという、あの、最高賞を取った世界的な、 監督になりましたよ。おミポ監督おめでとうございます。その監督が私のデビュー先からずっと撮ってくれてて、で、3作目だったかなのクレームナイトでまた映画ンを撮ってくださって、で、私を主役にバッングしてくださった。その映画の中にオムニバスになってるんですよ。で、小泉京子さんが主役してたのが、旦那を送り出すんですけどもね。まあ、結婚してる主婦で。その旦那がいない間に、 えー、路頭に迷った、行き場所のないサラリーマン、そして、リストラされたサラリーマンの人たちが、小泉京子の家に集まるというね、面白いストーリーなんですよ。で、まあ、えー、会社行ってきます、言うて、結局行かずに、家族には言えずに、公園で時間を過ごすみたいな。で、そういう人たちが集まる、あの、家のママさんが、小泉京子さんっていう映画があるんですけどね。それ見てたら、やっぱりもうサラリーマンって、ほんま辛いなと。 家族にもやっぱり言えないし、でもそこで公園でいるのも人目があるし、っていうところで小泉京子がリストラされたサラリーマンを全員家に呼ぶという <laughs> 面白い映画なんですけどね。それ見てるとね、やっぱりかわいそうというか、家族にも言えないのかなリストラされたこととかで。そういう人がやっぱり集まるのがまあ公園であるっていうふうに考えるとね、物悲しいですよね。 あとは、なんかな、私自身が公園で寂しいなと思うことはまだそんなに経験ないかな。どっちかというと楽しい方かなと。大阪にいるときはね、ネタ合わせを、まあ家でしたらいいんですけど、コンビニの人っていうのはね、なかなか部屋とかでも大きな声出さなあかんから公園でやってましたけど、一人でなんか公園でネタ合わせしてる時も、なんでわざわざ公園でやってんやろ、みたいな。 ことは考えながらやってますとね、やっぱり周りにはね、いろんな、あの、観察、がいのある、路上を愛する方々もたくさんいらっしゃいましたから、そういう人たちをちょっとお話ししながら、で、ネタを拾ったりはしてましたけどもね。うんまあでもやっぱり悲しい公演で悲しいといえば、やっぱサラリーマンかな。はい。あ、そういえば、水谷千恵子さんが新曲をそろそろ出すんですよ。それがね、なんかその時代の曲っぽいです、今回。 ザ・演歌ではなくて、歌謡曲に近い、カラオケの、あの、ビデオ、カラオケドラマを作りたくなるような曲ですわ。ぜひ、えー、発表になりましたら皆さんに聞いていただきたいと思うんですけども。じゃあ、ここからは千恵子さんのコーナーにバトンタッチしていたいと思います。千恵子さんよろしくお願いします。ゾンマイチコのよっかりシ このラジオは全国でももう聞ける感じなのかなパソコンかなんかで聞けんのかなあの帯広のディナーショーを来ていただいた方ありがとうございました大変盛り上がりましたもうたくさんのお客さんに来ていただいてね2万5000か2万6000だったかなそんなもう大金をはたいて千恵子を見に来てくださいましたよ 最初から皆さんもノリが良くって、ノリノリノリかじゃないけれども、すっごく楽しかった。うん。なんていうのかしら。こう、チエコの世界観っていうのをすごく理解してくれてる方が多くてさ、あの、チエコがもう歌うだけで皆さん爆笑 なんでかわかんないけど。うん。そして、皆さん参加型のイントロクイズもやりました。そしてね、帯広でね、とっても歌が上手いね、女の子がいたのね。その子が千恵子さんと歌うにはどうしたらいいですかなんていう質問を投げかけてくれたから、じゃあ一緒に歌おうじゃないということで、AKB ちゃんの I want you ってやつうん。あれを一緒に歌いました。とっても上手で民謡をされてた女の子ね。ありがとうございました。 そしてね、えっ、ー、と、あとどんなコーナーがあったっけえ皆さんから質問コーナーでしょイントロでしょそして、チェーコのやっぱり80年代のね、アイドルソングもやりました。あ、穴と雪ね。うん、穴雪も歌いました。皆さん盛り上がってくださいました。あっという間だったんですけど、皆さんアンコール、アンコールって言ってくださって、そしてアンコール曲も歌わさせていただきました。ありがとうございます。 そして先日はね、怒り消毒さんという会社のね、55周年パーティーにも呼んでいただいて、そこではね、あのー、30分チ恵子の、まあ、オンステージということでやらせてもらったんだけどね。 お客様がね、皆さんもっとやってほしいということで、コントしてほしい、モノマネしてほしいなんて、それは友近ちゃんでしょうなんて言ったんだけど、じゃあわかりました、友近ちゃんがするモノマネをやりますとかって言いながらね、うん、友近ちゃんがよくやる上沼恵美子ちゃんとかさ、あと中村明菜ちゃんとかのモノマネもしたわよ。うん。 すごく盛り上がってくださいました。やっぱり、秋になるとこう冬に向かって、下半期に向かって、ちえ子のディナーショーとかイベントごとって多いのね。だから、まあこのラジオを聴いてる方も、じゃあ うちにも来て欲しいっていうことが言ったら、どしどしご応募ください。エンカメの方に問い合わせてもらってもいいしね。あとはどこだろうちえ子のブログを見ていただいたらわかると思うんだけど、あのー、あれは今、ヤフーの吉本さんが管理してんのかなうん、そちらに問い合わせてもらってもいいですし、うん、直接ちえ子に声をかけてもらうのが一番いいかもしれん。エンカメちゃんの方が早いかな吉本工業ちゃんに問い合わせるとなかなか繋がらないから。うん、エンカメちゃんに聞いてもらうといいかもしれません。 はい。じゃあ、チエ子のね、えー、っと、メールの方もご紹介したい。チエ子、ちょっと風邪ひいたみたい。うん。気をつけます。サスケザイモンちゃんからいただきました。早速ですが、食欲の秋といえばビールが美味しい季節です。とはいえ、ビールイコール太るというイメージがありますが、適量摂取する分には女性にとっては嬉しい美容効果があるそうです。そうなんだえー。特にビタミン B が多く含まれていて、美肌の効果もありですよ。 はぁ、あ、リラックス効果もあり、ストレス解消にもおすすめだそうです。ビールってそうなんだ。ちなみに僕は唐揚げやポテトフライを食べたいのを我慢して、枝豆や鶏のささみや野菜スティックなどを食べて、ちょっとでも太らないように気をつけています。ところでちえこさん、ビールはお好きですかあと、ちえこさんの好きなお酒のお供があれば教えてください。よろしくお願いします。ということで。 そうね。うん。チエコはビールは好きです。でも、スコッチも好きでしょっていうことで。うん。ビールも好きだし、日本酒も好きだし、アルコールなんていうものがつくものは全部好きかもしれない。チエコのそうね、お酒のお供といえばね、なんだろうね。あの、イカナゴの釘にとか大好き。そして、かまぼことか。うん。あと、なんだろう。 チーズでさ、今いろんなものが散りばめてあるやつがあるじゃないアーモンドが入ってたり、オニオンが入ってたりさ、ブラックペッパーが入ってたり、ああいうものはね、あの冷蔵庫にね、いつも常備してあるの。そして生ハムとかね、ちょっとおしゃれに決めて。そういうのもやっちゃったりするし、 あとね、あの、煮物の缶詰とかもよくいただくのね。で、それもやるし、ま、チエ子が自分で作るとすればね、ちょっとおつまみっていうか天ぷらみたいな感じになったんだけど、サンマの唐揚げ。これはとってもおすすめです。秋になるとね、生姜ご飯とサンマの唐揚げは絶対に作ります。サンマの唐揚げはサンマをね、サンマにおろすでしょ。そしてお酒につけるでしょ。そしてお醤油につけるでしょ。そして生姜をばーっとすっていくわけ。 でそこでまあ30分ぐらいつけたら、うん、と大葉そしてえっとチーズこれで巻いていくわけですっごく美味しい是非皆さんやっていただきたいと思いますそれじゃあ今月の1曲をね聴いてお別れしたいと思いますあっという間でした石川エルナちゃんででつぶやきですはいちえこさんどうもありがとうございました エンディングでございます。皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールアドレスです。ともちアットマーク ABC1008.com。ともちアットマーク ABC1008.com。おあがきは郵便番号 530-8012-ABC ラジオともしかのサでミュージックボックス係まで。お便りを紹介した方には、ちえこさんの直筆サイン入りステッカーを差し上げます。それでは、また来週もお会いしましょう。さようなら。